ナスティ大冒険 TV オリジナル。さあ前回ねエピソード0を見ていただいて前乗りするところっていうところまで、だからついに本編が始まるってことでしょ、降り立つんでしょ。 どうなんでしょうね、どんぐらい刻まれていくか分かんないから、だから今回がどこまで進むかは分かりませんけれども、だからこれからまあスタッフさんの飯を作るというところですかね。誰が見たいんだよ。作れて言うんだもん。だっていやもう散策とか無人島生活前日、前乗りした無人島を少し散策した後、パスタ作りますか。あ、いいですか。ああ何のパスタですか。イカあるんですか。イカあります。イカもある。はい、じゃあイカソンパスタ。いいですよ、そんなおしゃれな。いいですよ、全然。パスタだけですか。え。じゃあ豚キムチも作りましょう。本当ですか。どれだけ食べるんですか。だからその、はい、どれだけ作っていいかが分かんない。まあそこそこ食べます。例えばこれ1キロあるじゃないですか。はい。そのね、余裕で食べれる。絶対無理ですって。いますあれなんですよ。これ食べ過ぎでもう僕入院したんですよ。3ヶ月ぐらい食べるんで、入院してるぐらい食べるんですよ。いや今入院されたら困るじゃないですか。でどんだけ食うんですか。いやでもそう食べれますよ。マジで言ってんすか。本当です本当です。全部いけます。じゃあこれじゃ無理っすよ。もう食いすぎて入院した。いや入んないっすよ。自慢エピソード。こんな揉めることじゃないっすよね。前乗りっすからね。はい、いやそうなんですよ。そう前乗りっすよね。これ俺に与えられたあの10リットルの水じゃないっすよね。そう前乗りなんでもフリーの水です。いやそうじゃないと困りますよ。そう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 。よいしょ。普段その家でも料理はされるんですか。家でしますよ僕。あ、そうなんですね。一番の得意料理って何ですか。パスタですかね。あ、じゃあ今日その一番の得意料理を食べさせていただきます。はい、いやそうですよ。じゃあその間に食材切っときますよね。はい。いやガタガタじゃないですかこれ。なんでこんな包丁しかないんですか。これもう長年こう無人島生活で使ってきた包丁なんですよこれ。すごいこれ。刃こぼれ、もうはっきり分かる刃こぼれが2個あります。汚い包丁だなこれ。え、めちゃめちゃ手早い。さすがですね。パスタ屋でバイトしてた時があって、それからなんか家でもパスタ作るようになって、そこからあのいろんな料理も作るようになって。そうなんですね。イカはこのイカがいいとかあったりするんですか。スルメイカだったんですね。これスル、あこれヤリイカか。足が短いじゃないですか。あなるほど。なんでもあ足がうまかったりするじゃないですか。なるほど。この炭がねないんですよね。ああなるほど。炭があればそれ使ってってことですね。まあでもねさすがに一匹からじゃあ、はい、無理なんで、やっぱりその辺はイカ炭ペーストを使います、ね。ああそういうのが売ってるんですか、ね。はい、あ。なんでパスタの中でもイカ炭パスタなんですか。そのバイト先で食ってて一番うまかったというか、それまで食ったことなくて。衝撃受けたんですよね、初めて食った時。うますぎて。まあそこそこ量あるな。いや自分で言ったんですよ。そうっすね。オリーブオイル、ニンニクですね。本当はね生のニンニクを入れたんで、ちょっとチューブした。これがイカスミペーストです、ね。へ、はい、あそういうのがあるんですね。一旦普通にトマトソース作るんですよ、はい。あ、そこにイカスミペーストを入れるだけです。すげえ量だな。絶対食べてくださいよ。はい、もちろんです。この無人島の、はい、その調理環境的にはどうですか。はい、最悪ですよ。風ビンビン吹いてきて。真っ暗な港でおじさんに囲まれて今飯作ってますから。テンションはそんな上がらないですよ。そうですよね。あでもソースはいい感じになってきたな。これでじゃあイカ入れますね。よいしょ。塩小さじ2分の1ぐらいかな。昆布だしね。昆布だしを入れると どんな感じになるんですか。昆布だしはこれオリジナルなんだ。旨味が増しますね。オリジナルというかまあまあ俺がイカ炭ペースト入れます。お店によってはなんか
薄いかすみのこういうこれぐらいのやつもあればもっと真っ黒のやつもあるんですけど、真っ黒の濃いやつが好きだから、うん、あと2つ入れますか。はい、最近イカスミパスタで見なくなりました。あんまあの置いてる急に少ないんですよ。本当ね、一時期入りました。入りましたよね。なんでイカスミパスタなくなったんだろうと思って。女子がやっぱこう、一人で行っても絶対食えないですよ。あ、そっか。彼氏と行っても絶対食えないですよ。ああ、そうだよな。つい歯についてるよ、え、どれみたいな。その会話がいいんじゃないですかね。え、どれ、もうやだ恥ずかしいみたいな、そういうのを楽しんでほしいですよね。イカスミ食べて調子出てきましたね。ちょうどいいんじゃないのこれ。乗ってきたね。おい、あ、いいぞ。よっしゃよっしゃ、沸いた沸いた。パスタ外だから4人前 400g。 本当ね、環境は最悪なんですよ。これで半分ぐらいですよ。これいっちゃいましょう。ほら、4分5分ぐらいで揚げちゃいましょう。すごい量だな。パスタのオリンピックスあるじゃないよあれ。うわからね、すげえ。あのソースに絡まされなきゃいけないんです。ああ、そうなんですよ。うわ、すごいですね。うわ、悪魔料理。めっちゃ美味しそうじゃないですか。水がやばいな、これ。めっちゃいい匂いしますね。いや、いい匂いしますね。重たいですか。もう、うわ、すげえ。握力がやばいですね。うわ。オッケーオッケー、できました。完成ですか。完成です。料理名はイカスミパスタです。料理名イカスミパスタ以外ないですね。ないね。豚キムチも得意で好きですね。へえ。このサイズのキムチ見たことないですよ。これ何グラム？1キロ。だから豚キムチこれで作りますからね。すげえ。豚キムチバターでやるんですよ、炒めて。マイルドに刺したいんで、あの辛さを。どっかの居酒屋でバターでやってるとこがあって、それで食って、あ、うまいなって思って。居酒屋で出るメニューっていうことはもう酒に合うっていう。ああ、そうそうそう、酒に合うものしか出さないわけじゃないですか。酒ありきのやっぱ飯なんで、ね、お酒好きなんですね。好きですよ。僕一切お酒飲めないですよ。マジですか。酒飲まずにその体型。だからもう基本肉しか食ってない。肉か米か。で先にキムチからよりちょっとそのバターをキムチに浸透させてマイルドにさせたいんで。なるほど。すごい。うわ、すげえ。すごい量ですよ。ちょっと焦げるぐらい炒めたいんですよ。やっぱ水分飛ばしてるからよりこうキムチにバターが浸透してるんでしょうね。普段キャンプで調理するときはどういう周りを使うんですか。まあ、基本ソロキャンプだから一人分しか作んないんで、一人用のこんぐらいの鉄板があるんですよ。鉄板、はい、それでステーキとか焼いたらむちゃくちゃうまいですよね。もう素早く両面火通してもうちょっとこう旨味閉じ込めて、よし、ブラミージャースも。うわ、ブラミうまそうだな。そうっすね。これ 1.5 キロになりました。うわ、すげえ。あ、いい匂いしてきた。ああ、白目欲しい、欲しいな。そうそう、米欲しいですね。そうなんですか。これね。米ありますか。米あるんですか。あの、もう大丈夫です。あ、重いですか。よっと。さすが。OK。豚キムチできましたよ。あ、うまそう。うまそうだな。あ、これうまい。前乗り無人島の夕食はですね、イカスミパスタと豚キムチ、いい、この2品になりますね。総重量 2.5 キロです。作ったな。よし、イカスミパスタ。うまいんじゃないこれ。いや、やっと飯食えるわ。いただきます。うん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 うまい。うんうんうんうまい。あ、うまそう。何でもうまい。もう、あら、ペコペコだから。もう、あら、普通だ。うまい。うまいっすか。うまいっすか。すげえやりますね。
いやうまいっすね。100点満点でいうとどれぐらいですか。まあでも時間経っちゃったからね、あの麺のあの硬さとかあれはあれですけど、まあ80点以上あります。85。すごい、うん、この環境でこのバカみたいな分量で85出したら十分でしょ。いやそうっすね。じゃあ豚キムチもいっちゃおうかな、はい、いい匂いさしてんだよな。うまそうだなこれ。あーこれはうまい。あーうまい。うーん米欲しいよ米。うーん、あー白飯なんじゃん。炊いてくれた米。白飯あの石原さん、はい、こっちで炊いたもんなんで。はい、はい、そんな。いやいいじゃん。俺これ作ってんですよ。あんな言い方する？米はこっちが炊いたんで。白飯を。あーうまいだろうな。めちゃうまいよ。あーうめえ。うまいわ。炊き方上手っすね。最高の炊き加減ですよ。うん、食べてください。いいんですか。これこれ乗せますよ。豚キムチ、豚キムチ丼。あいいね。いい。はい、はい、どうぞ。美味しそうっすね。いいんですか。どうぞ。ありがとうございます。俺組んで、俺取ってもらって。わかりましたよ。回ってるんで。すいません。あ、旅館だ。いただきます。ボランさせるって意味わかんないでしょ。すいません。いただきます。うまい、めっちゃうまい。誰がこの絵見てるんだよ。すごい美味しい、本当に。自分で取れんやん、片手でさ。俺クイクイルまで取るぞ。いやいやいや、いやいやいや、もういいでしょ。いただきます。めっちゃうまいっすね。めっちゃうまいっすよね。これどうぞどうぞ食べてください。わすげえ、こんないるんだ。俺が最後の食事になる可能性もゼロじゃないですからね。しっかり食っとかなきゃ。無人島行ったらもうゼロに生活だから、ね、そうね。まだエピソードゼロでしたね。早く島行けよ。エピソードゼロツーですね。ゼロツー。早く上陸してくれよ。2.5 キロよ総重量。パスタと豚キムチ。いやすごいな。いやうまそうだったな。見たでしょ最後。映ってたでしょ。巨漢だったね。確かに食べそうな。これ。いらないだろこの絵は。本当だよ。こんな思いっきりスタッフさんが映ることなんかないよ。なんか巨漢 D の扱いは大変なの。いや大変というか。常になんかずっと聞いてくるっていう。ずっと喋ってるな。ずっと喋ってる。多分こんだけ質問してるってことは同じ質問もされてるでしょ。何回もしてる。いやそれさっき言いましたからって。もうそれも今もう言わなくなってもう最終的には無視です。あるロケでさ全然うまくいってねえじゃねえか。まあまあでもこれでご飯食べてまあ次ぐらいでいよいよという感じじゃないでしょうかね。うん、刻みすぎて視聴者からお前が嫌われる可能性ある。そんなことあんの。あるよ。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様次回もご視聴お願いいたします。